ウォルト・ディズニー・カンパニー、マーベル・エンターテインメント、マーベル・コミック・マーベル・コミックは、アメリカ合衆国のニューヨークに本社を置く漫画、出版社である。現在は、ウォルト・ディズニー・カンパニーの参加である。設立当初の商品は、コミックのみであったが、現在では、メディアミックス路線で作品を売り出しており、映画、ゲームでも、世界的な人気を誇っている。 タイムリーとアトラスのロゴ1939年にマーティン・グッドマンを社長に、そのおいで当時10代のスタンリーを編集に据え、タイムリーコミックスとして、グッドマンが所有していたニューヨーク42丁目の事務所で発足した。第二次世界大戦中にヒューマントーチ、サブマリナー、キャプテン、アメリカなどの人気キャラクターを生み出し、コミック雑誌やペーパーバック小説を発売していた。 第二次世界大戦後はヒーローものの人気が低下しており、1949年には人気シリーズだったマーベルミステリーコミックやヒューマントーチ、サブマリナーも中断、1950年にはキャプテンアメリカを75号で中断した。そのためグッドマンはホラーやウェスタン、ユーモア、動物もの冒険活劇モンスター、犯罪、 戦争ものなどにジャンルを拡大した。さらにジャングルもの、恋愛ストーリー、スパイもの、中世や聖書がテーマのコミックもあった。グッドマンは1951年より自分が持っていた新聞販売流通会社アトラスニュースの地球の形のロゴの使用を開始した。アトラスの戦略は当時新しいものを生み出すというよりテレビや映画などで すでに人気となっていたウェスタンやドライブインシアターで流行ったモンスターもの EC コミックなど競合誌からもヒントを得ていたその後アトラスコミックスと名を変え1957年に現在のマーベルコミックスとなる競合誌の DC コミックスとともにアメリカンコミックを代表する著名なスーパーヒーローのほとんどを生み出した1982年には 日本の漫画、アキラの原版を反転しカラー化して出版している。1992年には、アメコミ開発のゲイのヒーローが登場する作品の連載も始めた。1980年代後半から徐々に経営が悪化し、一時はマイケル・ジャクソンが買収に乗り出したこともあったが、1997年に倒産し、マーベルエンターテインメントとして、 再稼働するも振るわず、2009年に、ウォルト・ディズニー・カンパニーに買収された。2009年8月31日、ウォルト・ディズニー・カンパニーは、40億ドルで、マーベル・エンターテインメントを買収し、マーベル株主に対し、1株あたり30ドルと、ディズニー株0.745株を支払うことにした。株主投票は2009年12月31日に行われ、 数時間で買収が決まった。特に表記のないものはカプコン製。1977年6月、東映がアメリカの出版社、ケイデンスパブリッシングとキャラクターに関するライセンス契約を結び、同社の事業部門である、米コミックス司会の大手、マーベルコミックスグループが発行するコミック紙のキャラクターすべての劇画券、出版券などを獲得した。 1978年5月15日に東映本社でマーベルコミックスグループと東映が業務提携すると発表されマーベルコミックスが所有するスパイダーマン、キャプテンアメリカ、ファンタスティック4、ハルク等々多数の人気スーパーヒーローキャラクターの日本における商品化、テレビ番組の制作、出版、遊園地及び劇場などでの実演等のマーチャンダイズを行い 東映が所有するマジンガー Z、ゲッターロボなどの人気キャラクターをマーベルを通してアメリカをはじめ世界各国に売り込む相互乗り入れ事業を行うと発表した。1980年にマーベルコミックスグループがフィルム業界進出を狙い新たにマーベルプロダクションを設立したため東映は業務提携を強化することになり同年7月10日東映本社で 同グループ社長、ジェームス・ゴードン、岡田茂東映社長、今田智則東映動画社長による共同記者会見を行い、同社と出版、キャラクター商品などの提携のほか、この提携で、両社は共同で、テレビ、劇場用アニメーションの企画、制作、販売を強化する都市、制作に関しては、岡田社長が、世界的に評価の高い東映動画が一手に引き受ける。 契約をしたと話した。販売に関しては、アメリカの三大ネットワークをはじめ、双方のルートを通じて、アメリカは、マーベル、日本及び東南アジアは東映で、ヨーロッパは共同で世界のマーケットへ進出を起とした。こうした提携を受け、1978年から1981年にかけて、スパイダーマンの実写化やスーパー戦隊シリーズなどの、 作品に携わった。スタンリーは、東映の、スパイダーマンを絶賛している。1980年には、マーベルの怪奇コミックス、ザ・トゥーム・オブ・ドラキュラを原作として、東映動画が制作した、テレビアニメ特番、闇の帝王吸血鬼ドラキュラが放送されている。一方、米国においては、マーベルコミックスが、惑星ロボ・ダンガード A、超電磁。 ロボコンバトラー部などの主役ロボットが宇宙で活躍するコミックス、将軍、ウォリアーズを刊行している。当時のほとんどの作品にはコピーライト MCG、東映と著作権表記されていたが、現在では判券切れに伴って表記が消えている。この提携契約終了後はほとんど縁がなかったマーベルと東映だが、2014年から放送開始となるマーベルの日本。 ローカライズワニーメス作品ディスクオーズアベンジャーズは東映アニメーションが制作することになったウォルトディズニージャパンはディズニー XD の放送を2021年1月31日で終了し一部の番組はディズニーチャンネルに移行したため現在マーベルの日本ローカライズワニーメス作品ディスクオーズアベンジャーズにおいてはディズニープラスへ移行しているそのため マーベル提携以外による、東映アニメーション作品の放映権は、ディズニー XD から、東映チャンネルアニマックスキッズステーションに移行された。マーベル75周年の奇跡コミックからカルチャーへ、は、アメリカ合衆国のドキュメンタリー作品。マーベル誕生75周年を記念して制作された。映画、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーに、シャロン・カーター、ケイト、 エージェント13役で出演したエミリー・バンキャンプによるホストの下、マーベル関係者へのインタビューを通じて歴史をたどっていく。日本では映画アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンの日本公開を記念し、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロン公開記念マーベル75年の奇跡コミックからカルチャーへのタイトルで D-Life にて2015年7月5日22時23時に、 放送された。バインキャンプの声は、奥津優子によって日本語に吹き替えられ、関係者の部分は、字幕放送となっている。2019年11月23日、マーベルが2020年に、ウルトラマンの新作コミックを出版することが、東京コミコン2019にて、マーベルコミックス編集長の c b セブルスキート、ツブライやプロダクション代表取締役会長兼 CEO の塚越高幸により発表された昭和第一期ウルトラシリーズをマーベルが新たなアートとストーリーで描く2020年2月29日新作コミックザ・ライズ・オブ・ウルトラマンのカバーイラストがセブルスキーによって披露された同年後半にアメリカで出版予定の第一巻はカイル・ヒギンズとマット・グルームが脚本 フランチェスコマンナが作画をそれぞれ担当する。全員5巻を予定しており、6月17日にはアレックスロスによる第1巻のカバーアートが公開された。ありがとうございます。